こんにちは、ケイです。今日は、イけてる人を紹介しようかなというふうに思います。最近僕が気になっている方。まあ、デザイナーなんですけど、えー、カンペールというシューズのブランド皆さん知ってますでしょうかまあ、おそらく見たことあるって方はいると思うんですけど、まあ、そことカンペールラボという、え二、ー、つのラインを手掛けている、このガブリエルさんという方ですね。 まあ、いけてて、あの、ほんと色使いとかすごく参考になるので、ぜひ皆さん見てほしいんですけど、まあ、インスタグラムのアカウントこれね。で、この、ちょっとこういう水色のシューズとか、まあ、これもいいっすよね。あの、カンペールラボから出てるシューズなんですけど、こういった感じでこう、水色のソックスと同色で合わせたりとか、あとね、結構気に入ってるスタイリングがあって、まあ、写真のセンスももちろんいいんですけど、あのね、プールサイドで横になってるやつがめちゃくちゃ好きで、えー、 えっと、えー、っと、あ、これ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 。これとかめっちゃ良くないですかうん。まあ、グレーのセットアップをちょっと外しでこういうサンダルというかね、この下駄みたいなシューズ履いたりとか、まあ、この辺とかもまあまあましゃれてんなーと思いながら、ストライプというかね、この斜めのストライプの柄と、まあ、縦のストライプの柄で足元合わせて、もう足元の遊びがとにかく上手くて、これとか楽しむんですね。うん。いけてるー。 時にはこんなバチッとモードだ。うん。原子のこういうブーツ履いてね。とか、あとこのシューズがいい。うん。これいい。これはかっこいいなと。ちょっとこうスクエアゥー的な。とか、この辺もうまいし、色使いがね、ほんとすごい。ピンクも黄色も赤も緑も白も、ほんと何でもうまいこと着ちゃう。スタイリングのこの能力っていうのは、 僕見ててすごいな普段結構やっぱ自分が黒しか着ないんで、こういう全体で色を遊ぶ人っていうのは、マジでレベル高いなとか。あこの、バレンシアガのね、この、なんかこうラップスカートみたいなのとか。いけてるよね。ほんといけてると思う。まあシューズもいいんですよ。うん。僕結構この辺とか好き。まあちょっとプラドっぽいなと思うところが、気持ちあったりするんですけど、ほんとにこの方の、まあ撮る写真や、 まあスタイル。まあ特にこんなアバンギャルドなテイストも。ただこの柄使いですよね。ストライプ、チェック、チェック。ね。この、やっぱ色使いというか、柄の使い方がやっぱめちゃくちゃ上手で、黒をこうあんまり着ないっていう。でもこう、クラシックな要素もありながら、っていうのが僕は個人的にめちゃくちゃ好きで、まあ常に本当に、この自分のね、このデザインしてるカンペールのシューズを履きながらも、 ま、自分のこのスタイリングで見せていくみたいなのが、僕はもうめちゃくちゃにかっこいいなぁと思ってて。ね、これとかめっちゃいけてるよね。これいつのだっけねラクシモンズ。14年 ?15 年 ?16 年まあ、それぐらいのロースリーブのやつだと思うんですけど。いいっすよねうまいなぁと思って。水色のソックスって。そもそも水色のソックスがどこに売ってるかもわかんないけど。ははは。マジでこの人めちゃくちゃ色使いうまいなぁと思って。いい。 こう今日はこれの紹介です。はい。かっこいいよね。いいシューズ多いなと思って。なんかね、見ると、サイト見ると意味わかんないシューズもいっぱいあるんですけど、あこういうのとかね。うーん。いや、誰も買わないっしょ、みたいな。こんなのとかもあるんですけど、なんか、時にね、めちゃくちゃこう、エッジの効いたかっこいいシューズを出してくる方でして、この方は。まあ、僕はこのプールサイドが一番お気に入りかなあとね、プラダをね、動画で着てるやつがあるんですよ。プラダの、ファーのね、すごいコートを着てるやつがあって。ああ、これとか。 これ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  <laughs>。まあ頭の色とか遊んでるんだろうけど、ファーで遊びながらっていう、まあこれ確かめちゃくちゃいい値、ね、段しますけどね、このコート。あとこのパンツの丈とかね。パーフェクト。はい。今日はこれで終わり。この人紹介しました。もうサブチャンなんでもゆるーくね。はい。皆さんも気になったら、チェックしてみてください。名前わかりません。えー、ガブリエルさんです。はい。カンペールから、カンペールのブランドからもフォローしてるので、あの、ぜひ見てみてください。以上。バイ,バイ。バイバイ。